すごい密接な関係があると思って、想像力を失うということがパニックを起こすことにつながるんで、一番まあもう想像できないようなことが3月11日起こったわけですけど、子どもたちはある意味そこでちょっともしかしたらアニメみたいだとかいう想像力でちょっとだけまあ大人たちよりも早くその状態を処理することができたのかもしれないと僕は。Community around the world with friends and illustrators and animators all around the world, it's very easy, we're connected, it's very easy to connect us, and even more so when there's a need and a feeling to a need to come together for a good reason, like raising funds. この裏のテーマは地震と津波だったんです。地震と津波をファンタジーで描くようなストーリーを僕は2006年にこれで書きました。それを影響を受けた宮城県の人々が、若者たちがこのネタを使って T シャツを作って自分たちの新しいコミュニティを作りたいと彼らが言ってくれました。そしてそのこと自体が僕にとってはすごく嬉しいと同時に怖かったんですが、彼らの話を聞いて、彼らがやりたいことを含めて、彼らがもうそのことが起こった瞬間にエウレカみたいじゃんと思ってくれたことから今のここに立っているという意味で、一人の青年を紹介したいと思います。島田亮さんです。私の名前は島田亮と言います。僕は、そのチャリティー T シャツを、販売に入浴に来ました。今回の、その売り上げは全て、被災地の方に寄付させていただきます。そのチャリティー T シャツなんですけれども、その、佐藤大さんに、協力していただき、ウレカ7の、デザインを使用させていただきます。今回起こった、悲劇ですが、僕たちは小さな行動でも、震災が復興につながることを、願っています。ニューヨークの皆さん、力を貸してください。今起こった悲劇から笑顔を生むために、力を貸してください。皆さんよろしくお願いしたいと思います。